ブリヂストンの、アンカーのシクロクロスバイクについては実はアルミ製のバイクになってます。でフロントフォークだけがカーボン製なんですけども、まあ、よりローコスト で一般的な仕様にも耐えるクオリティのまず設計はやっぱり安全安定性が一番やっぱり売りに出しているところかなとは思いますね、はい、そうですね、まあ、こだわりというか僕たちはスチール1本で、フレーム作りをしてきた中でどうすれば、まあ、世界のレースで、実戦で戦えるのかということを常に念頭に置いてフレーム作りはさせてもらってます。そうですね、まあ、一番恐れてたのは最初にすごく出遅れて先頭バックから遅れてしまうと足使ってしまうのでそれはならないように気をつけてて、で、まあ、スタートは、まあ、そこそこうまくいってスタートはもうほのぼのとスタートして、まあ、流れ見て前にどんどん上がっていこうかなっていうレースを今回はしようと思います。スタートは比較的気楽に。で1万億で1回先頭も立てたんですけど、まあ、そこからちょっと上りの伸びがなくて、まあ、その時点でちょっとな根性を出してるんだけどちょっと足が足りないなっていうのは薄く気づき始めてて、まあ、本当に粘り粘ってって感じでした。足が耐えれたら、まあ、絶対勝負に絡めるなと思ったんですけど、まあ、だから僕の中で初めの20分でどういう展開になるかっていうのはすごい今回のキーポイントだって。昨日がカチコチで凍ってたんでそれに比べてどれぐらい滑るのかっていうのがちょっと前半は掴みにくくて、ちょっとまあでも技術的なミスはそこまで多くはなかったかなと思います。はい、チラチラ送り出して2、3周 で、まあ、多分3周目ぐらいから多分1人で走ったと思うんですけど、まあ、後ろに選手もついてましたけど、まあまあ、そこで耐えれて追いつけたら勝負に絡めるっていうレースだったんですけど、僕の中で、まあ、気持ちは本当に前に行ってるんで、なんかもう3番手争いとかなんかそういうことはあまり考えてなかったんですけど、とにかく少しでも早くまあ、もちろん先頭にも追いつきたいと思ってましたし、まあ、決して見えない位置ではなかったんで諦めてはいなかったんですけど、けどもそこからのペースアップがもうできなかったんで、でも体のキレも悪いですし、ああ今日は負けるなとは思いながら走ってない、まあでも意外に途中も詰めれてたんで、途中ちょっとペースも上げれた面はあったんですけど、やっぱり今の僕の体の状況では、まあ、あれのペースアップがもう精一杯で、そこからのペースのキープも難しかったですし、疲れてしまうとね、まくられて、僕もスプリントはあんまりしたことがないんで、最後あの展開だとちょっとまくられそうだなと思ってたんで、まあ本当言えばね、ちょっと数秒でもリードを保って入りたかったんですけど、まあ、それができなかったんで、まあ、3番手争い中で、まあ、最後、前で争えたっていうのは良かったかなと思います。悔しいレースといったら悔しいレースですね。ですし、やっぱり全日本選手権は日本一決める大会なんで、やっぱり勝った人以外は以下同分のレースなんで、まあ勝つか負けるかで、まあ負けたなと思います。夏のマウンテンバイクシーズンに向けてしっかりトレーニングをもう一回積み直して、頑張っていきたいと思います。はい、まあ、これからのやっぱりフィールド、僕が戦うフィールドは
日本ももちろんですけど、やっぱりもう世界を見据えてこれからもやっていこうと思います。